こんにちは、津崎まみです。このチャンネルでは女性からモテるコツや恋愛の方法について心理学や実体験をもとに初心者の方でも使えるようなテクニックっていうのをたくさん配信しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで今回はモテる男はここが違う、恋愛で成功する男の朝の過ごし方っていうのをご紹介していきます。恋愛もお仕事もうまくいかなくて悩んでいるなんてことありませんか？そんな方におすすめなのが朝活なんです。でもね、朝早く起きるだけでモテるなんてことないよなって思ってません？実はですね、朝の行動を変えるだけで劇的にモテるなんてことが可能なんです。今回はモテて成功するために朝起きてからやるべきことっていうのを具体的に詳しく解説していますので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。ということで今日の目次はこんな感じです。なぜ朝の時間を変えるだけでモテたり成功するのかっていう話と、具体的な成功する男の朝の過ごし方です。では早速やっていきましょう。まずね、なんで朝の過ごし方変えるだけでモテたりとか成功するのかって話からしていきますね。人っていうのは寝てる時にね、記憶が整理されるんですよね。なので起きた瞬間というのが一番脳が冴え渡っているということです。この一番脳が冴え渡っている時に勉強や行動することによってモチベーションが向上するっていうことがまずあります。そしてプラスそれって自信になりますよね。さらに積極的に行動することによって心とか体が目覚めますので、とてもいい状態で一日をスタートさせることができます。つまり朝に行う行動というのはその日一日の生産性であったりとかパフォーマンスに直接影響します。今現在モテてないなっていう人とか、恋愛に悩んでるなっていう人とか、成功してないなという人でも起きてから3時間を変えるだけで劇的に人生が変わります。つまり朝の3時間を変えるだけでモテるし成功できるって断言しても過言ではないんです。では実際にその3時間何してほしいかっていう話もしていきますね。ということで成功する男の過ごし方、1つ目、早起きしましょう。まずは朝の活動ができる時間というのを確保します。対策1つ目、宣言してから寝ましょう。起きたい時間をまずは決めます。で、決めたら寝る前に何時に起きるって声に出して宣言してから寝るようにしてください。何度か声に出して宣言してから寝るというのを繰り返すことによってだんだんその時間に起きれるようになってきます。不思議ですね。この理由ってコルチゾールっていうホルモンなんです。コルチゾールというのは起床の2時間前から分泌が始まり、起床をすぐに動けるように血糖値と血圧を高めて起床の準備をするホルモンです。このコルチゾールって絶対にこの時間に起きるって決めて寝たらその時間に勝手に分泌されるっていうことが分かってるんです。対策2つ目、毎日同じ時間に起きましょう。日によって起きる時間が違うとホルモンとか自律神経が乱れて疲労感の蓄積とかうつ病のリスクが高まると言われています。でもね、早起き苦手な方っていますよね。そういう方は早く起きるということを意識するのではなくって、休みの日もいつもの平日同じ時間に起きるっていうのを心がけて取り組むようにしてください。そうやって同じ時間に起きるっていうのを繰り返し体に覚えさせて、そこからだんだん起きる時間を早めていくと早起きすることができます。対策3つ目、寝るまでのルーティンを決めましょう。シンプルにね、早起きようと思ったら早寝ることが大事です。そのためには寝るまでに何するかを明確に決めてた方がやっぱりやりやすいです。具体的に言うと寝る前の1時間半の行動を決めちゃいましょう。例えばこんな感じ、21時半からは読書をします。そして22時になったらお風呂に入ります。で、22時半からは明日の用意をするでしょ。そして22時45分からストレッチをして、で、寝るみたいな感じです。こうやって決めたことを毎日繰り返すようになると、体が勝手に寝る準備っていうのを整えていってくれます。だから、寝つきが悪い方とかもですね、必ず寝る前にこれをするっていうのを決めていれば、だんだんね、眠れるようになるっていうこともあります。そして2つ目、太陽の光を浴びましょう。朝目が覚めたら、まず布団から出るでしょ。そしてカーテンをシャッって開けて、太陽の光を浴びます。そしたら睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が止まって体を活動モードに切り替えることができます。またね、太陽の光を浴びるというのは幸せホルモンであるセロトニンの分泌っていうのもされます。セロトニンというのは脳の活動を活発にさせるっていう効果もありますから、脳を覚醒させたり集中力を高めたり自律神経を整えてくれたりします。そして3つ目、朝食前にコップ1杯の水を飲むことです。水を飲むことによって止まっていた胃の動きっていうのがね、再開されます。そしたら自然な便意っていうのが誘発されますから、体がね、綺麗になります。
また腸の前頭運動が整うと自律神経のバランスっていうのも整いますから、イライラするっていうのも抑えることができます。さらに腸と脳って腸脳相関って呼ばれてて、腸を整えるというのは身体的な健康だけではなくって精神的な健康にも影響を及ぼすというふうに言われています。またですね、お腹の調子を崩すことっていうのはうつ病とか、あとは不安障害とかっていうリスクが高まるというふうにも言われてるんですね。また腸内細菌のバランスを崩すことはうつ病の発症であったりとか自律神経のね障害が出るとか、それが進行してしまうとかっていうふうにも言われてます。そして腸内環境を整えるっていうのは、そういううつ病とか不安障害とかそういったものの改善につながるとも言われてるんですね。なので起きたらコップ一杯の水を飲みましょう。4つ目、朝食をとりましょう。朝ごはんはエネルギーの補給だけではなくって、しっかりと脳を活動させるためにも重要です。朝ごはんの質が脳にどのような影響を及ぼすのかっていうのを調べた研究があるんですね。その結果、栄養バランスの良い食事というのは脳の活動を高めることが分かってるんですね。ちなみに高まるのは前頭前野って言われる部分なんですけど、ここは能動的な注意とか意志とか意欲に関わる領域です。反対にこの部分の活動が低下してしまうと慢性疲労に関係があるというふうに言われてるんですね。なので朝食はしっかり食べましょうってことです。対策としては、朝ごはんは炭水化物とタンパク質を中心に摂取しましょう。タンパク質は体を作るのにとても重要な栄養素だし、炭水化物はエネルギーになります。おすすめの朝ごはんはこんな感じです。納豆でしょ、ご飯でしょ、味噌汁でしょ、目玉焼きでしょ、そして生の野菜です。最近ね、私もこれにハマって毎朝これ食べてるんですけど、決まってると考えなくてもいいから本当におすすめです。そして5つ目、運動をしましょう。朝起きてすぐ体を動かすと血行が促進されて代謝を促すことができます。そうなると集中力も向上するのでパフォーマンスが上がるってことにつながっていきます。ただね、朝起きてからむちゃくちゃ激しい運動をする必要はなくって、寝ている時に固まっている筋肉を動かすってことが重要なんですね。普段運動されない方がいきなり本格的な運動ってすごい難しいので、ストレッチからされるのがおすすめです。私がねよく見ている YouTube はこちらです。これ見ながら参考にしてやってみてください。そして6つ目、トゥードゥーリストを作りましょう。私はね、毎朝今日のトゥードゥーリストっていうのを作って書いてます。手書きしてる。何書いてるかっていうと、1日のスケジュールを見ながら重要なこととか優先度とかも合わせて書き出すようにしてます。そしたらね、1日の流れを組み立てることができるので、余裕を持って1日を過ごすことができます。あと意外と大事なのが、書いて終わりっていうだけではなくって、できたところに OK を出すってことも重要だなって感じてます。7つ目、読書と勉強です。朝っていうのはアドレナリンとかドーパミンというのが大量にね分泌される時間帯です。この神経伝達物質たちっていうのは、まずドーパミンっていうのは記憶や認知作用を司る中枢神経を強化して脳の働きを活発にしてくれます。そしてアドレナリンというのは脳を覚醒して集中力を高めてくれます。そのため朝の時間というのは読書とか勉強とか仕事とかにとても最適な時間なんですね。お家でお仕事されない方は読書がおすすめです。本ってね、さまざまな知識を教えてくれるものから娯楽まですごく幅が広いんですけど、めちゃくちゃ面白いので、ぜひ朝に本を読むというのはおすすめです。ということでまとめです。まず、なぜ朝の過ごし方を変えるだけでモテたりとか成功につながるのかっていう話をしました。これは人の脳というのは起きた瞬間の3時間が一番冴え渡ってるからっていう話でしたね。なので起きてからの3時間を有効的に使うことができれば、モテることもできるし、成功するっていうことも全然できるっていう話でした。そして次に成功する過ごし方ですね。まず1つ目が早起きをすること。そして2つ目が太陽の光を浴びること。で3つ目が朝食前にコップ1杯の水を飲むこと。で4つ目が朝食をとること。で5つ目が運動をすること。6つ目がトゥードゥーリストを作ること。そして7つ目が読書とか勉強する。でした。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？今日はね、朝の過ごし方っていう話をしたんですけど、やっぱり夜はね、予定が変化しやすい時間帯なんですよね。夜にしてもいいんだけれど、でもですね、やっぱりね、人の都合で左右されてしまうことが多いので、その点朝にするっていうのはすごくおすすめですね。時間をね、確保しやすいし、習慣化もしやすいんですよね。時間がない時って、その時間内で絶対やんなきゃいけないっていう風に思うので、すごくね、効率よく勉強したりとかお仕事したりとかね、読書したりとかできるかなという風に思います。あとね、今回ご紹介したのは成功したりとかモテたりする朝の過ごし方なんですけど、何かを始めるっていう時は
どうなりたいかというね、結果もすごく大事なんだけれど、そもそもどういうつもりで始めるのかっていうのも私はねすごく大事だなと思ってるので、頑張る理由を明確にしておくというのは一つ重要かなと思います。じゃないとね、やっぱりね疲れてきた時に続かないんですよね。だからね、なんでそれが自分にとって必要だと思うのかとか、なぜそれをするのかとかね、そういう頑張りの理由を明確にしておくことでモチベーションを維持して、途中でねやめちゃうっていうことがなくなるかなと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。 Twitter とインスタと TikTok もやってるので、そっちもよろしくお願いします。あ、ちなみにね、今日はちょっと立って撮影をしてみましたどう？なんか最近座って撮ってたらね、ちょっとだんだん口調がゆっくりになっちゃったので、ちょっと今日は立って撮ってみました。また感想を教えてね。じゃあねー。